数学図形。高校入試レベルのシンプルな面積問題です。おまけ問題付き。では始めましょう。図の AB イコール AC である三角形 ABC の面積を求めてください。では解説をします。三角形 ABC において分かる角度を記します。ここで BC を斜辺とする直角二等辺三角形 BCD を描くとき、その等辺の長さは上のようになります。さらに2点 AD を結ぶとき、角度は上図のようになり、三角形 ABD と三角形 ACD は二等辺三角形なので AD もルート2センチです。さらに点 D から BC に垂線 DE を下ろすと、三角形 DEC の直角二等辺三角形より DE イコール EC イコール1センチです。よって三角形 ABC の面積は上のようになり、ルート2プラス1平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。 AB イコール8センチ、 AC イコール12センチ、角 B イコール2角 C である三角形 ABC があり、角 B の二等分線と辺 AC との交点を D とするとき、 AD の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。